ちょっとあのブロックごとにあの分かれてあの並んでもらって、でこっち側からこう順番に引いて、あのそっち側に順番にこう返してもらう形になります。でまず最初に1枚ずつ引いてもらいます。でこの札1枚ずつ引いたら、ここに通称大会2日目の組み合わせ抽選を行います。京都村ラグビースクール1番です。横浜ラグビースクール3番です。鈴鹿ラグビースクール1番です。ラグビースクール4番です。予想ジュニアラグビーボールクラブ3番です。スワークラグビースクール3番です。ひらかたラグビースクール3番です。東大阪近代クラブ2番です。川西ラグビースクール1番です。大阪中央ラグビースクール4番です。本日はご来場いただきましてありがとうございました。明日もよろしくお願いします。